皆さん、こんにちは。遠藤です。1月13日木曜日、大引けを迎えましたが、今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は反落となりました。各移動平均線に上値を抑えられ失速。依然として、揉み合いの域を脱出できず、上にも下にも動きやすい相場となっております。とはいえ、日足マックディはデッドクロス中のためですね。これまで何度もお伝えしていますように、やはりスイングでの買い戦略は今はリスキーと言えます。そのため、今は無理をしないことですね。もしトレードしたいと、どうしてもしたいというのであれば、ダウントレンド銘柄たくさんありますので、ダウントレンド銘柄の短期空売り戦略、またはデイトレードをお勧めいたします。さて、まず初めに昨日挙げました本日用のデイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は前場デイトレ生配信がありました。本日用として挙げた注目銘柄良かったですね。1時間で100万円以上の利益確定。これはもうナイストレードですね。注目銘柄は今日は9銘柄。事前に出していた5銘柄に加えて追加4銘柄の合計9銘柄です。7246プレス工業、1605インペックス、5759日本電解、4612日本ペイント、1407ウエストに、3186ネクステージ、1419タマホーム、6524湖北工業、そして3377バイクオー。そのうち5銘柄エントリー後の利確ポイントありました。今日は大きく捉えた方もいらっしゃいましたね。1つ目が3186、朝方ですね。この今日1段上げております。明日用としてもこちら注目して見ていきます。朝の1番、この上げですね。ギャップアップスタートしてからの大きな上昇、これを捉えたということになります。5番は1段上げておりますが、この朝方の場面だけでも十分ナイストレードということになります。2つ目、3377バイクオーの空売りです。こちらも明日用として出していきます。チャート崩れましたね。とうとう今日大きくドスンと下げていきました。この下げの場面をですね、じわ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 こう下げていったと。こういうこちらを空売りで捉えたと。こういうことになります。こちらもナイストレードですね。そして1419。今度は買い戦略です。タマホーム。昨日の高値どころを上にブレイクしていきました。売り買いの圧力のバランスちょっと微妙な時ありましたね。売り買いの圧力のバランスもコロ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 変わる時がありましたけれども、それでも1段高。そしてさらに5番、もう1段上げていきました。そして4つ目が4612の日本ペイントですね。ペイントホールディングスです。これも空売りです。1段下げました。いいですね。いい感じで朝方買い戻されていきましたが、失速。その後じわ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 安値更新、大引けにかけても売り山図ですね。売りが継続して入ったということになります。我慢できなくなった買い方の投げ売りをも誘う動きが入ったということが言えるでしょう。そして5銘柄目が1407のウエストホールディングスになります。昨日動画の方お伝えしましたように、移動平均線のところを割り込んで、週足も日足も割り込んで、さらなる一段安があるかということでお伝えしましたが、今日ドスンドロドロドロと下げていったということになります。この下げの場面をしっかり捉えたということですね。他4銘柄はエントリーポイントなく推移しております。また注目銘柄以外でも本日会員様の利益確定報告ありましたね。ありがとうございました。本日注目銘柄でトレードをされ、利益確定された皆様、本当におめでとうございました。お疲れ様でした。今回トレードチャンスなかった方とですね、タイミング合わずに利が少なかった方、あとはロスカットになってしまったという方も一部いらっしゃいました。明日以降もまだチャンスありますのでね、冷静にチャート、板を見極めてトレードをものにしていってください。次に明日用の注目銘柄をご紹介いたします。現在10銘柄ほど見ております。一つ一つ見ていきましょう。1つ目、6748
京都清和電機ですね、今日ストップ高で終えております。三役町の成行会注文450万2300株を残した状態のストップ高ですので、明日ストップ高もしくはストップ高付近からスタートすることが見込まれます。まあ上げていくようであればストップでつけるようであればもうなしと、ただ売りもできますので、崩れたところを空売りという、売り金でなければですね、もう面白いのかなということで両方で見ております。2つ目、3482ロードスターキャピタルになります。今日1段上げてのスタート、売りに押される陰線出す場面もありましたが、さらに高値を更新していったと。1324円プラス 11.54% 出来高も入っています。153万5300株、もう一段上げ、勢いづいてさらに高値を取りに行くかどうか見ていきましょう。3つ目、6323ローツェです。今日会員様取られた方いらっしゃいましたね。今日はプラス 9.50%、 出来高74万7500株しっかりと商い入ってきております。直近の高値どころはブレイク、上場来の高値更新ということになります。もう一段の上げ、今日の高値 13,490円をさらにブレイクしていけるかどうか見ていきましょう。そして4銘柄目、今日の注目銘柄3186ネクステージ、一段高、高値3120円、終値3085円、プラス 9.31%、 出来高309万7000株、もう一段の上げがあるか、こちらも見ていきましょう。5銘柄目ですね、定位株6803ティアックです。ティアック大陰線をいよいよ消化していきました。つまり高値を掴んでいる投資家が少なくなったということが言えます。上蓋でこう重しがありましたが、それがなくなったと、解消されたという形になります。まあとはいえ、対極的な目線、さらに長期で見るとまだまだ高値掴んでいる人たち、400円から500円台で高値持っている、現物で持っている人たちもたくさんいらっしゃいます。まあデイトレの範囲ということでですね、この満株を消化する動き、さらに一段高となるかどうか、こちら明日見ていきましょう。6銘柄目です、1419今日出していましたタマホームです。もう一段明日上げがあるかどうか、こちら見ていきましょう。7銘柄目、3377バイクを、もう一段下げがあるかどうか、こちらも見ていきましょう。8銘柄目、3923ラクスです。こちら直近の安値はまだ割り込んでおりません。まあ今日安、あるいは直近の安を割り込むことでさらなる安で買い算増えてきておりますから、もう一段の下げがあるかどうか、こちら見ていきましょう。9銘柄目、こちらも今日出していた銘柄です。4612日本ペイントの空売り、日経300、500銘柄となります。一段下げていきました。1000円のこの終値ベース割り込んでおります。まだまだ今日 6% 下げておりますけど、 6.49% 下げておりますが、まだまだ下あるかどうか、こちら注意して見ていきましょう。最後10銘柄目、1407ウエストホールディングス、こちらも今日出していた銘柄となります。同様、もう一段下があるかどうか、売り戦略で見ていきたいと思います。以上10銘柄となります。またデイトレードで思うような結果が出ないということを方を対象としたですね、マンツーマンのデイトレコンサルを現在実施しております。今日も実施しておりました。こちらになります。こちらは1月から今月からですね、スタートしまして3月までの期間限定のサービスとなります。単発でこの日だけ、1日だけお願いしたいという方もいらっしゃいますし、本日もいらっしゃいました。1ヶ月受け放題を選択されていらっしゃる方もいらっしゃいます。このサービスは価値株会員以外の方もですね、ご利用いただける期間限定のものとなっておりますので、こちらご覧になって、いただいて、あーちょっと負けがちょっと大きいなという方はぜひお申し込み、ください。皆さん一人一人に合わせたスタイルで個別で指導をさせていただきます。お申し込みはこの概要欄から受付ができるようになっておりますので、皆さんご確認いただいてですね、納得していただいてからお申し込みください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、少しでも今回役に立ったという方は高評価ボタンですね、グッドボタン、こちらを押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日は週末金曜日、無理のないトレードを心がけていきましょう。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。